坂本ピースがクールレストをお送りしました。というわけで第2木曜日はね、この時間でございます。姫が登場です。来ちゃった、来ちゃったね、来ちゃった。また魔女ってどうなんのコーナーです。どうなの、どうなん魔女って。まあ、かれこれ3回ぐらいねもらっていますけれども、はい、僕はまだね、いまいち魔女の凄さまだ感じられないな。またまたまだ、ね、まあ、ちょっと本当にもう下半身の方はね主にドキドキしてますけども、はい、ね、はい、あ、はい、というわけで、坂田のですね、はい、マジックアイテムのお店、はい、黒猫魔術店から、はい、三つ猫さんでーす。はい、ね、三つ猫さんがいらっしゃるときはですね、はい、ログインするとですね、男のお客さんがですね跳ね上がる。あ、マジで、ちょっと今日後ろが見せちゃう。開いてますね。開いてます、今日暑いんで、暑い、まあ暑いですからね、暑いんで、はい、そんな女性の露出も激しくなるそんな季節でございます。そんな時期もそうですよ、はい、暑くなってきてね、はい、夏7月ですけれども、はい、7月なんてのはどうなんですかね。まあ七夕とかさ、はい、七夕ね、いろいろそんなね、ロマンチック、ロマンチックなことがありますけれども、ね、はい、そういった出会いに関して7月は何か関連があったりするんですかね。ね、7月は水の星座、カニ座の時期になってくるので、カニ、はい、愛の季節ですね。カニは愛なんだ。はい、カニ座は信頼関係とか思いやりの部分とか、はいはいはい、そういうのが強調されてくるので、うん、はい、いろいろ親しくなっちゃいたい感じ。あそれはこうお互いに、お互いに、はい、ちょっと親密になってくる時期なんですかね。親密になりやすいです、ね、なりやすい、はい、はい、あ、はい、じゃあ7月は僕と姫もまた、はい、徐々に何かあればなるほど。あ、じゃあ自然にそうなるっていうことなんですかね。そうですね。あ、なんか自然になんかこうワクワクして出会いたくなったりもするじゃないですか、夏だし。わ、あるね、そういうの、ね、夏だしってね、夏だし、あ、それはそう、カニ座の関連があったんですかね、うん、あったかもね、あったかもね、はい、その辺カニ座の関連性なんかちょっと詳しく先生術的に教えてもらえますか。先生術的にというかですね、やっぱりその、まあ、恋愛とか出会いのために押さえときたいのがやっぱり先生術なんですよ。なんか朝の占いとか見ます？まあ見ますね、時々、うんうんうん、なんか朝の占いは太陽の星座で決まってくるんです。牡牛座ですよね。牡牛座です、うん、私乙女座。あ、あ、はい、ぽい、ぽい、良さ、牡牛っぽい、牡牛っぽい、本当に本当に牡牛っぽい、アルデバランっぽい、アルデバランセイントセイヤのね、角折られたやつね、うん、まあ、アルデバラン、アルデバランね、良かったよ、アルデバランいいじゃない。硬そう、硬違う違う、そっちじゃない、そうですか、そっちじゃない、はい、うん、あ、ね、アルデバランがね、はい、うん、アルデバランが、アルデバランがね、はい、まあまあいいじゃないか、はい、いいじゃないか、いいじゃないか、はい、そんなわけで、はい、まあ、星座がね、まあ、その太陽の星座だけだとちょっと分かりづらいと思って、うん、なんか太陽の星座だけじゃなくて月の星座とか、あとアセンダントと呼ばれる部分も考慮すると、うん、お互いの相性とかがすごく分かりやすい。例えば、はい、太陽のその十二星座だけじゃないんだ。だけじゃなくて、だけじゃないんだ、はい、でどのくらい分かりやすくなるかっていうことをちょっと証明するためにちょっとイツッキーさんのデータいただいて私調べてきました、うん、ありがとうございます、はい、まず終わると時間はちょっと分かんないですよね。そうすると、うん、私は太陽が乙女座で、うん、月が伊手座なんですよ。あ、そんな違うんだ。で、はい、アセンダントがサソリ座なんですね。アセンダントって何ですか？アセンダントというのは自分が地球に生まれた時に東の地平線上太陽が昇る位置にあった方角の星座です。壮大ですね。多分分かんないか、アセンダントなんだみたいな感じだと思う。覚えておいてください。はい、で、イツッキーさんは太陽がお牛座で、月が伊手座なんですよ。一緒一緒一緒っていうことは、一緒じゃないね。っていうことは、精神的に一緒なんですよ。月って精神だから。そうなの、はい、精神レベルが結構一緒。あ、へえ、嬉しいの、なんか嬉しいの。嬉しい。だから精神的にこう癒される間柄。ああ、なるほどね、はい、同じ星座だとなんか反発し合ったりするようなこともありそうですけど、同じ方がいいですね。
はい、はい、でですね、ゆずきさんは生まれた時間が分かんなかったので、分かんないよ、そう、アセンダントが不明、時間はアセンダントなんだ、なるほど、そうなんです、時間でアセンダント変わってくるんですけど、うん、でもこの見た目で大体、うん、私多分おそらくアセンダントもお牛座だと思います。見た目で分かるの？アセンダントは見た目、見た目なんですよ、大体見た目です、だから皆さん多分あのアセンダント私分かっちゃってます。アセンダントその太月は精神でしょ、はい、太陽はその太陽は全体的なところなの、はい、素質の部分、素質の部分、アセンダントはどういう部分なの？アセンダントは表に出てるルックスです。あ、見た目ってそうなんだ、そう、見た目、ルックス、ルックスがアセンダントなのか。で、ちょっと私のこのサソリ座のルックスちょっと読んでみてくださいよ、はい、合ってる、ね、みんな合ってるかちょっと見て。これあいつ猫さんのですね、アセンダント、サソリ座、はい、ひょろ長い、眼光鋭い、セックスアピールする。当てる当てる。ほら当てるってお声が。ドンピシャじゃないですか。ドンピシャでしょ。当たってるんですよかなり。あうん、セックスアピールするっていうところだけなんか上気を意識してるというか、なんかこうこぶっ飛んだ感じですけど。アピールだから。ああなるほど。言ってるだけだ。ああなるほど。そういうやってるわけじゃん。ああなるほど。言ってるだけだ。はいはいはい、うん、ルックス。はい。ああ。アセンダント、ここまで3つの星座が、じゃあ1人において3つの星座があるってことなんですね。そう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 、これがぴったり合うと需要と供給が合うわけですよ、男女の。なるほどね。そうするとキャッチアンドリリースが上手にできるわけですよ。ああなるほどなるほど、じゃあ、はい、3つを照らし合わせてなんだ。そうそうそう、じゃあその例えば恋愛占いとか相性占いとかになると、はい、月の星座の方で占ったりするんですかね。まあ、でも全部ですね。全部か。最近月星座流行ってるんだけど、月だけでもダメなんですよ。ダメなんだ、私に言わせると。ああ、うん、魔女かね。はい、魔女はそういうんだったらそうかな。うん、3つ合わせてとりあえず総合的に、はいはい、一番強く出てるのがこの3つなんで。はいはい、はい、ちなみに牡牛座のアセンダントは何なの？牡牛ちょっとぽっちゃり系でちょっと頑丈そうではいはいはい、可愛らしい。おーいえ、おーいえ、なるほどねって感じです。はい、はい、牛かカニって書いてあるけど、あ、カニ、カニもちょっと、カニもちょっと迷ったんですよね。はいはい、いや、カニは思いやりがあって優しそうっていう。あー、まあ強欲の塊ですからね、ダメだね。牛かな、じゃあ牛かなって思って。牛かもしれないですね。はい、星座1個でもこんなになるっていうのは面白いですね。はい、そうなんですよ、だからこれ知ってるだけで、うん、あの、いろいろできるん で、うん、でそういうのをうちでも教えてるんで。あー、はい、知りたいね、それは。はい、はい、あの、勉強できますので、ぜひ。はい、はい、これそういう本あるんですか？例えば自分の月の星座を知りたいとか、そういうのはなんかこう早見表みたいなのがあるんですか？あ、それは、ググると出てきます。あ、ググるんだ。無料で、知ることができますけど、うん、その意味までは書かれてないので、うん、うん、まあ、問い合わせて。問い合わせてください。はい、こちらまでどうぞ。はい、はい、なるほどね。いや、実に面白いですね。はい、その姫がお持ちの、はい、あ、はいはい、なんかそのこういうホロスコープがセイントセイヤみたいな、セイントセイヤみたいな、そうですね、あの十字級ですね、はい、はい、まあこういうので説明をするよっていう感じです。はいはいはい、はい、あ、これそれぞれ、これは4月とかそういうことなんですかね。あ、いや、これはちょっと違うんだ、うん、いろいろありますね、いろいろ、まあこんな感じで、あの、ホロスコープって出すんだよっていう、はい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 、でうちで先生術やると、こういう風に文章でもちゃんと、うん、わー、これなんかいいね、はい、A4 3枚で出てきますので、こと細かくあなたのことが知ることができます。へー、これ面白い。この、はい、何これ、紙、あ、紙か、あ、これ紙、これは紙ですか、あ、これ紙か。はい、あ、3枚で、はい、1つずつ鑑定しております。へー、はい、これちょっと自分を知る意味でも、そうなかなかいいですね。そうです、じゃあ僕のアルデバランもどうなるかっていうのはちょっと、そうですね、アルデバランね、アルデバラン強調しますね。まあその自分を知るっていうことの意味で、はいはい、なんか自分をより知るためのイベントみたいなのが今後開かれるそうなんですけれども、イベントをやるんですよ、これちょっと教えてもらえますか。はい、実は9月に魔術合宿をやるんですよね。魔術の合宿、魔術合宿、はい、聞いたことがない、はい、魔術、まあ、修行するための合宿なんですけど、修行、
い、まあ、瞑想したりだとかヨガしたりだとか、 はい、あとは深層心理学とか四大元素とかそういうのを勉強しながら合宿します。1日合宿1泊2日です。はい、山奥に山奥に行くんだ。自分のコンプレックス、シャドウ、認めたくない自分に向き合うことで心も体も成長します。リトリート、はい、深層心理を見つめるリトリート。これ姫行くんですか。私姫行かないって言ったら大問題です。先生ですよ。3人いますけどね、これはもう、はい、視点、視点のみたいな感じですか。はい、そうですね。魔女がいるんですよ。あ、他にもチリジリにいるんだ、はい、魔女が、はい、この2人も魔女なんですか。召喚しまして、召喚、はい、バハムートみたいに言ってますけど、はい、大丈夫ですか。はい、はあ、アルデバラも召喚されちゃう。召喚されちゃうかな。アルデバラも、まあこれはね、はい、この、まあ泊まりですから。泊まりです。ね、やっぱ夜のアルデバラン。はい、お風呂もついてるし。お風呂も、はい、アルデバランが。はい。うん、いい加減にしつこいよね。そうですね。そうですね。とか。正直。9月17日土曜日午後1時から9月18日日曜日10時まで。はい。長いですね。はい。あれです、シルバーウィークの中の。ああ、なるほど。はい。はい、あれですね。もう予約殺到してるんですか。あ、なんかぼちぼち来てるみたいなんで、はい、早めにぜひ限定25名様までなんで。ああ、そうでしょう、はい、今宿泊先もあります、ね、宿の関係で、はい、どうなんですか、そのまあぜひねこのイベント来てほしいんですけど、はい、ちょっと話戻りますけど、はい、7月恋をしたいっていう人たちに、はい、ぜひアドバイスを一発ドンと、はい、ドンとやっちゃってください。なんと当たって砕けろですよ。なんかないの、なんかその魔女的なこのマジックストーンを使えばみたいな。なんか、ま、とりあえず動かないと何も始まらないから。そうだよね、最近はそうだね、全然動かないでね、はい、おどおどしてるんだったらどんどん行けと。そう、金使ってね、どんどん行けばいいと思います。それは結構な感じですね。はい、いやだって何もしないと何も起きないもん。そうだね、うん、そりゃそうだ。そう、宝くじ買わないと当たらないのと一緒。姫、宝くじの当たり方教えて。いっぱい買えばいいんですよ。そっか、なんかないんですか。これもなんかこのオイルをすり込むと。ああ、ありますよ、ありますよ。それいい、サマージャンボでしょ。サマージャンボ、うん、七夕にお願いしました、短冊がいた。書いてない。あ、ダメだな。あ、ダメか。なんとかなんないですよ。ありますよ、うちの店に後で来ていただけるとマジカルオイルなるものがございますから。じゃあそれもアヒージョのように浸せば大丈夫かな。はい、アヒージョグツ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 しちゃう、溶けちゃう、使い物にならなくなっちゃう。そうだね、うん、グツグツしちゃうとちょっとグツグツというわけですね。はい、今回7月の愛の月というのがね、はい、それぞれのですね、太陽の星座、月の星座、はいはい、アセンダントセンターと、それぞれ教えていただきました、はい、ぜひ皆さんもこの3つの星座を調べて、はい、総合的に判断してもらうんですね、はい、ぜひぜひ7月、8月、はい、この暑い夏を過ごしていただきたいですね、はい、というわけで魔女ってどうなる、はい、水猫さんでした。はい、ありがとうございます。皆さんキャッチアンドリリース頑張ってください。すごいね、キャッチアンドリリース、そういう言葉みたいな、キャッチなし。もうなんか男女の関係。